はいどうもこんにちは、ハルバード共和国です。今日はですね、2月に発売されたホットウィールの、購入品紹介をやっていきたいと思います。で、まさに今日、発売日だったわけなんですけれども、皆さんどうでしたでしょうかね。はい、今月はですね、先月の保管という形になってましたので、1月は相当暑い感じになってましたけれども、今月はね、反動というかね、おとなしめの、ラインナップだったかなというふうに思います。で、僕的に何をね狙ってたかということなんですけど、それはね、先月の、購入品紹介の動画の、続きになりますので、そちらを先に見ていただければと思うんですけども、先月ね買えなかった UNO のねフォード、そちらとジャガーの F タイプですね、これらは買おうかなというふうに思ってました。で、今月に関してはですね、一番人気キティだったのかなと思うんですけれども、そちらは正直ね、どっちでもいいかなというふうに、直前になって思ってですね、やはりシビックありましたからね、そちらでいいかなというふうに思って、今月はですね、欲しいものは、そこそこあったんですけれども、これは絶対に手に入れるぞみたいなね、そこまでのものはなかったですし、なかったというかですね、争奪戦になるとは思わなかったんですよね、自分の欲しいものがね。なので、ゆっくり行っても大丈夫かなという感じで、緩い感じでですね、今日は行きました。で、トイザラスの開店10分前に並びまして、もうすでにね、常連さんは前にいるという形で、今日はね、遊戯王ですとか、その他も発売日があったみたいなんですけれども、ホットビールだけで言いますと、14人中11番目ということで、やはりね、相当後ろの方だったかなと思います。はい、で、やはりね、前の方にね、いた人は1巡目はですね、やはりダッチバンですとか、キティですとか、86ですとか、そういったあたりを取ってた人が多かったかなというふうに思います。はい、で、僕がね、1巡目手に取ったのは、86とかね、プレリュードですとか、85マレステッドとか、そのあたり変えたんですけども、普通に持ってますのでね、欲張って買う必要もないかなと思いまして、はい、やはり確実にね、欲しいもの買おうかなと思って、はい、まずはこちらですね、UNO、はい、こちらを無事購入することができました。先月はね、2店舗行って、どちらもなかったので、はい、これはね、確実にゲットできてよかったかなと思います。4台ほどあって、担保をね、十分見てということで、はい、買うことができましたけれども、このあたりね、だいぶかすれがね、あったような印象だったんで、4台ほどあってね、いいのが選べてよかったかなと思います。これ欲張ってね、それこそ86とかね、そういったものを取ってたら、選べなかったかもしれないんでね、はい、よかったかなというふうに思います。で、2巡目なんですけども、どれを取ろうかなというふうな形でですね、はい、取ったのは、こちらですね、はい、ツインミル、トゥーンドですね。絶対欲しいというわけではないというふうに、雑談動画の方で喋ったんですけども、自分的には無意識のうちにね、取っちゃったみたいな感じで、これ本当にどのぐらいの人気になるか読めなかったので、他のものもね、そこまで人気にならないだろうということで、はい、この辺り取ろうかなという感じで取りました。このブルーのね、ツインミルに関しては、僕一応持ってるんですよね、メインラインで。この黒い、ボンネットのね、デザインはなかったと思うんですけれども、はい、普通のね、ツインミル持ってますので、そちらとね、並べてみるっていうのが、楽しみかなという感じです。続いて取ったのはですね、はい、こちらクイックバイトです。これもですね、3巡目では誰も取ってなかったかもしれないんですけど、4巡目5巡目となるにつれて、これは結構はけていったかなという印象ですね。なので取っておいてよかったかなと思います。担保がね、いいやつを取れるので、はい、こちら、本当に2021年のね、ニューイヤーのものなので、これはゲットしておきたかったという感じで、花火もね、担保、これ結構ポイント高いですよね。これは変えてよかったなと思います。で、4巡目で取ったのがこれですね、はい、やはり先月のジャガー F タイプ。これ正直ね、
まあ先月2店舗行ってどっちも手に入らないという、まあ自分的にも謎だったんですけれども、正直これを40名チョイスするのはまあ間違いだったかなと。まあ、後々まで結構余ってましたので、まあ、これ40名はちょっと自分的には、はい、失敗だったかなと。まあ、結果論なんですけどね、はい、そんな感じにちょっと思ってる商品です。まあ買えたので良かったですし、まあ担保がね、いいやつを選べましたので、はい、その点については良かったかなと思います。で、続いてが、まあ、このあたりでですね、ちょっと予想外というか、欲しい架空車ですとか、まあ、そのあたりも結構はけていきまして、まあ、僕の予想外っていうか、正直ね、あんまり買う人いないと思ってたものが、まあ、次々に取られたりとかしてですね、ちょっと焦ってたりしてたんですよね、このあたりで。はい、まあ、とりあえず、こちら、フォードトランジットコネクト。これも買った時にラス1でしたかね。前回買えたんですけども、このブリスターがね、割れがあったので、まあ、もう1台買う予定だったんですけども、選ぶ間もなくというか、もう本当にラス1ぐらいで。取って、まあ、結果としてはですね、もう1台あったんですけどね、本当は2台あったっていう、でも、まあ、1台しか見つけられなくて、もうこれは慌てて取ったという感じで、なんか予想外というかね、ここまで人気になるのかっていう、まあ、自分的にはね、ゆっくりなんかダラダラ選んでた感じだったんですけども、うん、ちょっとね、焦り出した頃ですね、これ、うん、これはまあ前回も変えてたので。で、次、これですね。はい。リガーモーター。棺桶がモチーフになってるんですけど、これもですね、ラス2でしたね。はい。これも、なんか、だらだら選んでたら、もう本当に、あっという間にラス2になって、ちょっとビビるっていうね、はい、感じだったんですけれども、まあ、無事ね、購入することができてよかったかなと思います。まあ、あんまりね、やはり数が、入らなかったっていうのもあるんでしょうけれども、自分の予想に反してですね、自分が欲しいと思ってたものがみんなちょっと取っていたっていう感じで、まあ、割と僕欲しいなと思うもの常連さん結構買わないことが多いんですけど、まあ、今回はねちょっとその予想が外れたという感じで、はい、ちょっとびっくりという感じでした。で、ゾンボットね、注目っていうか個人的にはまあどうせダダ余るだろうと思ってた謎者だったんですけど、常連さんがですね3つ4つ同じ人なんですけど取っていきまして、まさかのね買えないという感じでした。まあ取っていったっていうのは別に悪い感じで取ったわけではなくて、本当に普通に正規で並んでね取ってったっていう感じなんですけど、まさかねゾンボットがなくなるとはっていう感じで、まあその人しか買ってなかったと思うんですけど、ちょっと自分が気づいた時にはラス1ぐらいでして、もう手遅れという感じでしたね。はい、まさかゾンボットを買えないとはという感じでした。はい、でちょっと余談なんですけども、2巡目でですね、本来ね後ろに女性が並んでたんですけども、2巡目でですねちょっと担保をね見てる間に追い越されまして、はい、まあちょっとびっくりしたというかね、まあ追い越されることは3回目ぐらいですかね、なんだかんだであったりするんですけど、まあ難しいですよね。はい、まあその女性の方も多分初めてだと思うんですよ。1巡目でね、1個だけですよっていう風にね店員に注意されてましたんで、うん、まあ初めてですしルールも分からずっていう形で、でまあ僕が担保をね選んでる間にまあ追い越されるということで、まあルールが分からなかったんだろうなと思いましたね。まあ正直ね今回本当に緩いラインナップでしたんで、まあ全然いいかなっていう感じで、はい、特に何とも思わなかったんですけど、店員さんがね、まあ、注意したんですけれども、ちょっとね、注意の内容が分からなかったのか、はいってね返事しただけで終わったっていう感じで、まあ、やっぱりね、女性って、正直ね、まあ、もちろんホットイールを好きに買ってる人もいると思うんですけど、結構ね、旦那さんですとか子供の代理で来てたりっていうことも多いと思うんですよ。まあ、実際にその方もですね、担保とか見ずにもうポンポン取っていってたっていうのもありまして、まあ多分子供とかにこれ買ってきてって言われたものをねそのまま買ってたりというような形でですね、多分本当にね代理で買ったりというような形でね、やっぱりその店のルールとかも分かんないじゃないですか最初ね。僕も本当に自分の地元の店以外のルール全然分かんないですし、やっぱり売り場にですねその店のルールとかを結構大きく貼ってもいいんじゃないかなと今回思いましたね。はい、まあ本当にトイザラスとか
入り口の方にねちっちゃい文字でね書いてたりはするんですけど、まあ、読めないですしね、店の前で並んでたりするんで常連さんがね、まあ、その横に行きづらいっていうのもありますし、まあ、そもそもそこにルールが書いてあるのかっていうのも分かんないですし、やっぱり僕自身が他の店に行くときもね不安なんですよね、はい、どんなルールなのかっていうのはね。なので、まあ、その女性に落ち度があるというよりもやっぱりもう少しルール作りというかね、ルールを、まあ、ルール作りもそうなんですけど、ルールの、まあ、明示というかね、そういうのもあってもいいのかなと今回ちょっと思いましたね、はい。まあ、という話でした。今回ね緩かったので良かったって言ったんですけども、でもねその方にですねポルシェ944とかね取られちゃって、まあ僕としてはあったら買おうかなぐらいだったんで、まあ全然いいんですけども、まあそれですとか、まあ、トライアンフとかもねあったら買おうかなとか思ったら普通に前でね取られちゃうっていうことで、まあちょっと、まあ、どんまいっていう感じだったんですけれども、はい、まあそういった出来事がありました。で、まあ、その場でね、これで売り場を離れまして、で、これとは別に、ペグウォーマーになってる売り場があるじゃないですか。まあ、そこでですね、ホーリーネーターが余ってるっていうことを知ってたんですよね。まあ、今回、その、ホーリーネーター、黒と黄色のやつ、出たと思うんですけれども、それ買うかどうかちょっと迷ってまして、で、まあ、ペグウォーマーになってた、まあ、カラーリング2種類あったんですけど、そちらがもしね、余ってたら、それをまとめて買おうと。いうような形で決めてましたので、無事ねその2種類、ゲットしました。こちらですね、まあ、過去に出たやつなんですけどもまだね売り場に余ってましたんで、はい、まあ、これがありましたのでじゃあ、こちらも買おうということで、まあ、今回発売のこれもねセットで購入という形になりました、はい。まあ、これ紫はね紫だけ持ってたのかな過去にと思うんですけど、はい、一気に増えました、はい。まあ、これね伸ばして積載ができるというようなミニカーになってます。で、まあ、ここで終わってたんですけれども、まあ、よくあるのがね、まあ、常連さんが取ったものは戻すっていうね、やっぱり冷静になるじゃないですか、予算があると思うんですけど冷静になって戻すっていうのがあって、それをまあ過去にもねもらったことがあったんですけど、シェビーだったかな、ピンクの、サビ塗装がされたシェビーなんかもね常連さんがくれたり後からくれたりということもあったんですけど、今回もねトライアンフ、まあ絶対欲しいというわけじゃなかったんですけどもね、はい、まあ、常連さんが置いていって、まあ、いらないよと、まあ、欲しいなら持ってってということで、はい、もらいました、はい。ということで、まあ全部で何台ですかね、8台ですかね、はい、8台で、先月購入品紹介の動画を見ていただければと思うんですけれども、フォードトランジット1台と、それから、フィグリグですね、紫色のフィグリグ、それからトレジャーハントのやつですね、ホットドッグのやつ、あれはもうすでに変えてましたので、全部でまあ10種類11台というような形で、まあ、今月のラインナップは購入することができました。はい。ゾンボットをね、買えなかったっていうのが、ちょっと個人的に想定外というか、はい。まあ、他の店に行こうかね、迷ったんですけれども、まあ、ちょっとやめて、ちょっとね、諦めるという形になりました。まあ、正直ね、今後、ね、その店に行って余ってるかっていうのはちょっとわからないんで、うん、ちょっとどうなるかわかんないんですけども、はい。まあ、まあまあまあ、いいかなという感じですね、はい。で、まあ、帰りにですね本屋さんに寄りまして、はい、ジクもね購入しました。まあ、これは前々から欲しいなと思ってて、まあ、ずっと買わずにというようなものだったんですけどね、はい、これも今日購入してきました。この標識ですとかトラックはまあねトミカですとかホットイールの3インチですけど、60分の1ではないんでしょうけどね。はい。まあまあまあ、いいかなという感じです。はい。ということでね、今日はこんな感じでした。で、まあ、ここからはですね、今月のホットウィルと直接的には関係ない話になっちゃうんですけども、まあ、ザ・ホーリーネイターのつながりですね。はい。先ほど紹介した積載車なんですけれども、そのつながりでですね、実は2日ですね、
今月の2日にセカンドストリートに行ってきまして、まあ、そちらでね、ホットウィール、中古で購入してきました。はい、ホーリーネーター、過去に出たこちらの2種類ですね。はい、まあ、僕持ってなかったんですけども、まあ、550円と、まあ、かなり高い値段なんですけども、まあなんかなんだかんだでね増えてきましたね。はい、これは結構どっちも初期の2台かなと思います。はい、まあそして今回ね3台買ったので6種類かな、はい、多分6種類所有という形で、まあ、まだね持ってないホーリーネーターもあるんですけど、まあ、そちらを買うかどうかはちょっと分かんないんですけどね、はい、まあ、買いましたよという紹介ですね。はい、でもう1台ですね、はい、キャデラック、はい、こちら購入しました。まあ、正直ねこれ前も見つけてはいたんですけれども、はい、まあ、スルーしていたものになってまして、はい、今回はねちょっと購入してきました。で、まあ、トミカをね、まあ、一通り見て、で、あんまりいいのないなという感じで、まあ、ホットウィールを見て、まあ、こちらをチョイスしていた途中にですね、店員さんが、トミカを補充しに来ましてですね、まあ、それらがまあびっくりっていうかね、まあ、結構熱いものになってました。はい、で、まずはこちらですね、スープラの、初回ですね。こちら僕変えてなかったんですけども、実際に発売日では変えてなかったものなんですけども、550円でね、はい、新品です、まあ、これは結構良かったかなと思いますね、はい、いずれ買おうかなと思ってたんですけど、やはりメルカリとかねそういうところでは高いくなってたと思うんで、まあ、これでは買えなかったと思うんでね、はい、良かったかなと思います。あとはこちらですね、これも発売当時買えてなかったものですね、 720S の初回、これも新品になります。550円ということで、はい、まあまあいいかなと。まあ正直ね、そこのセカンドストリート地元なんですけど、全然品揃えが良くないんですよね。だからこういうのが入ってくること自体がね本当にありえないことなんですけども、はい、まあ地元のセカンドストリートとしてはまあ奇跡的かなと思いますね。はい、それから、まあ、これはね中古なんですけれども、ハイエースのね初回特別、330円ということで、まあ、これもね、まあ、中古ではあると思うんですけど、まあ、330円なら安いかなという感じですね。まあ、これは新品で持ってますけれども、まあ、中古で1台持っててもいいかなという感じで、購入しました。はい、まあ、ホットウィールとね全然関係ない話になってますけども、あとはこちらですね、はい、これはまあ普通に初回でも何でもないんですが、はい、220円ということで新品なんですよね、これね。新品で新車シール付きで220円ということで、まあ、これは全然お得かなと思いまして購入しました。続いてはこちらですね、これおそらく新品なのかなと思うんですけど、はい、未開封かなと思うんですけど、はい、スパイカー C8 ラビオレット SWB ということで、まあ、これはね持ってなかったので、まあ、中古では多分持ってると思うんですけど、はい、新品では持ってなかったので、これもね、変えてよかったかなと思います。ちょっと高いですけどね。で、本当に最後の最後なんですけど、まあ、ラストね、トミカではないんですけど、こちらですね、シュコーのビートルですね。これトイザラスでも今売ってたと思うんですけど、330円ですね。まあ、ほぼ未使用に近いぐらいのね感じだと思います。本当に全然新品っぽい形になっていうかね、本当に状態がいいんですけれども、まあトイザラスでは1000円超えでね、まあ、結構な値段で売られていて、全然ね、はけてなくて、でも最近だと600円ぐらいで売られてるんですかね、それでもなんかあんまはけてないような印象なんですけど、まあ、僕はね、これ新品で普通に持ってるんですけどね、この値段はかなりお得かなと思いまして、はい、買いましたということでね。全然ホットウィールと関係ない話なんですけども、はい、中古のね、購入品紹介ということで、はい、本当にねこれで以上です、はい、ということでね、まあ、長々と喋ってきたわけなんですけれども、
これらのですね、開封動画ですとか、あとは1台1台をね、にフューチャーを当てた、中の内装の部分ですとか、本当に担保のね、細かい文字ですとか、まあ、そういった、まあ、動画もね、今後やっていこうと思ってますので、はい、まあ、ちょっとね、全然時間が足りないんで、いつになるかわからないんですけども、はい、まあ、気長に待っていただければと思います。はい、開封動画に関してはですね、まあ、なるべく早くやりたいなと思ってます。まあ、1月のね、ホットビルに関しても、実は撮影は結構して、まあ、できた動画も、1本、まあ、1月に関しては5本作ろうかなと思ってたんですけど、25台で、1つの動画あたり5台開封ということでね、で動画1つ、完成していてとかっていう形ではあったんですけど、やっぱりね、出すタイミング的にね、はい、もう2月になってしまったりということで、まあちょっとね、出すべき動画っていうのはね、雑談動画ですとか、まあ、この、購入品紹介動画ですとか、まあ、そちらの方を優先してという形で、まあ、本当にできた動画とかもあったりするので、まあ、いずれね、出していきたいと思いますので、はい、まあ、そちらもね、見ていただければと思います。はい、ではね、以上になります。チャンネル登録や高評価等よろしくお願いします。では、また。